クレオパトラテアは、セレウコス朝シリアの女王。プトレマイオス朝エジプトのプトレマイオス6世と、クレオパトラ2世の娘。シリア王アレクサンドロス1世、バラス、デメトリオス2世にカトル、アンティオコス7世シデテスの妻となる。紀元前150年、セレウコス朝でデメトリオス1世、ソテルとアレクサンドロス1世バラスの王位をめぐる内戦が発生すると、 プトレマイオス6世はバラスを支援し、娘クレオパトラテアと結婚させた。バラスとの子が、アンティオコス6世ディオニソスである。バラスは勝利したものの、間もなく、プトレマイオス6世と対立し、テアは離婚した。バラスは、デメトリオス2世ニカトルに敗北し、テアは、ニカトルと再婚した。ニカトルとの子が、セレウコス5世フィロメトル、アンティオコス8世グリポスである。 ニカトルがパルティアとの戦闘で捕虜となってから、ニカトルの弟アンティオコス7世シデテスと再婚し、アンティオコス9世キュジケノスを設けた。シデテスがパルティアに殺害されて、ニカトルが福井するものの、判断が続き、ニカトルは散脱者、アレクサンドロス2世サビナスの軍に敗走、妻テアの命令で殺害された。テアは、女王として、権力を掌握し、 息子セレウコス5世フィロメトルを即位させるも、対立し殺害した。フィロメトルに続き、アンティオコス8世グリポスを擁立するが、間もなく対立し、毒殺を図って逆に毒殺された。最初の夫アレクサンドロス1世イバラスとの間に、以下の子女を設けた。二度目の夫デメトリオス2世イニカトルとの間に、以下の子女を設けた。三度目の夫アンティオコス7世イシデテスとの間に、 以下の指示を設けた。ありがとうございます。